はい、えー、ファイナンシャルプランナーの藤井です。えー、西原さんどうも、いつもありがとうございます。えー、っと、2019年 FBC のね、えー、更新をいただいた方に、えー、改めてね、御礼の動画とメッセージをね、えー、送りしております。えー、っと、結構西原さんとは絡むことが多くって、えー、なんか、結構、僕の中でもこう、 面白い人だなぁと。なんか、ごめんなさいね。変な風に聞こえたら。あでも、なんか面白いなぁと思いながら。えー、っと、今回2019年はね、本当に、あの、前も、こう、裏側でお話ししたんですけど、なんか、そういうね、まあ、ま、まさに西原さんに、こう、レターを書いた。 っていうね、まあ、モデリングのね、勝手にモデリ、モデラーになっていただいて、モデルさんになっていただいて、ありがとうございます。うーんただ、まあ、僕もね、いろいろ感じることがあったりとか、こう、まあ、駅でもね、お話しした時もすごく感じましたし、うーんと、なんか、何回もね、お電話してる時に感じることも多かったので、なんか、まさにそういう人たちに貢献したいな、というところで、今回、モデリングをさせていただいて、 えー、同時に更新もね、していただいて、本当になんかもう、恐縮、恐縮でございます。はい。えー、っと、2018年ね、ことまあ、どうだろう、半年ぐらいだったと思いますけど、いかがだったでしょうか。なんかこう、明確にね、こう、お役に立ってるのかなと、言ってはくださるものの、こう、金銭的な面とかね、 えー、そういう面でもこう、もっと貢献していきたいなと思ってますんで、なんか情報発信でもね、掴んだところがあったということでね、なんか感じていただけたことがあったのは嬉しく思っております。えー、っと、まあ、ビジネス部みたいなのもね、こう立ち上げて、なんか僕が支援できることですね。こう、まあ、FP という肩書きも当然あるんですけど、まあ、こっち側ね、事業主っていうね、型書きもあって、こういうマーケティングとか、そういうとこもこう、希望者に関してはですね、 伝授していってもいいのかなと思ってますんで、まあ、そこも含めてね、えー、合わせて、えー、来年もお付き合いいただけたらなと思います。また、いろんなねこう、素敵なご紹介なんかもしていただいて、本当に感謝しております。その点についてはね、また別途のチャットでご連絡させてあげます、えー。1月になりましたら、えっ、ー、と、椎之木さんの方がね、 え、専用チャットのご招待が届くと思うので、またそこでね、えー、一暴れしてやってください。えー、そしてまた、こう、どうですかね、こう、木も変わるので、ポートフォリオをね、もう一回考えたりとか、えー、まあ、個別のね、え、場も設けていきたいなと思ってますんで、その折はよろしくお願いします。ということで、2018年もね、残り少ないですが、良いお年をお迎えください。ありがとうございました。さよなら。